パティ・ヤスタケは、アメリカ合衆国カリフォルニア州生まれの日系人、俳優である。姉に、全米日系人博物館初代館長、米日カウンシル初代会長を歴任したアイリーン、平野井上を持つ。日系人女優として、ハリウッドで活躍するヤスタケは、これまで数多くのテレビドラマや映画などに出演してきた。1984年に、 パトリシア・アヤメトムソンら共演の短編映画で女優デビュー。その後人気テレビシリーズのパトカー・アダム30に出演して、翌年1986年には、ロン・ハワード監督、マイケル・キートン、山村里志共演の日米経済摩擦をテーマにした、元宝で映画デビューを果たす。同作品では、下リ・渡辺演じる日本からやってきたサラリーマンの妻役だった。映画から、 テレビドラマ化された際も、同役で出演をしている。その後も、順調にキャリアを重ねて、スター・トレックシリーズの医療部員、アリサ・オガワ役でその名も知られるようになる。テレビドラマ版、映画版とも、ナース・オガワとして出演をしておりその人気から、同役のまま、アメリカ国内のいくつかのテレビコマーシャルに出演したこともある。1999年には、 キルスティン・ダンストラ出演のコメディ映画、私が美しくなった百の秘密において、松田聖子とも共演している。現在も女優として活躍を続けるが、ハワード・ファイン・アクターズ・スタジオという演劇学校において理事長も務めた。ありがとうございます。